こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2018年9月に、時の防衛大臣自身が報道陣に対し、海上自衛隊が複数の艦艇や航空機を動員した訓練実施を公表したことは、少なからぬ驚きをもって受け止められた。これは、海上自衛隊が訓練を実施すること自体は、もちろん稀有ではないものの、それを実施した海域と参加した艦艇名の公表という2点から、注目を集めることとなったものだ。具体的には、訓練を実施した海域は南シナ海であり、訓練に参加した艦艇は護衛艦加賀稲妻鈴月と親潮型潜水艦黒潮だとされた点だ。通常の自衛隊内における訓練であれば、実施海域は当然自国の近海であることが普通だが、今回は日本から離れた南シナ海であったことが第一に注目された。当然、これは南シナ海で支配力を強めている中国海軍への牽制行動と考えられたためであり、他国の軍との合同訓練以外で日本から離れた海域で訓練を行った前例はこれまでなかった。また、もう一つが潜水艦黒潮が本訓練に参加したと公表したことであり、水上艦艇たる護衛艦等と異なり、秘匿性が最大の存在理由である潜水艦の艦名が明かされたためだ。さらに、今回、すでに15年以上前から同海域における訓練を実施していたことも同時に公表され、自衛隊の潜水艦の作戦行動範囲が南シナ海に及ぶことを示唆したことに他ならなかった。加えて、潜水艦黒潮は2004年に就役した親潮級潜水艦の7番艦であり、現在の最新鋭の双竜型と比較して旧式な艦であった点も注目された原因だろう。つまり、潜水艦黒潮であっても南シナ海での作戦行動が問題なく行えたという事実は、すなわち海上自衛隊のすべての潜水艦がその能力を有することを暗示していると言えるからだ。潜水艦黒潮は機関にディーゼル機関と鉛蓄電池のモーターを搭載する艦であり、次級の双竜型では10番艦までこれに加えてスターリング機関を搭載していた。同時双竜型でも11番艦の双竜からはディーゼル機関とリチウムイオン電池のモーター搭載へと進化発展しており、その意味では2世代前の艦とも言えるのだ。そのいわば給仕機関ですら南シナ海へと進出し、その動きを全く把握できていなかったであろう中国海軍に対し、今回の訓練は海上自衛潜水艦の優位性を誇示したものと考えられている。力の誇示という点では、世界最強、最大の戦力を有するアメリカは、たびたび航海の自由作戦と銘打った艦艇の航行を、南シナ海方面で実施して、中国海軍への牽制行動を見せている。さらに、アメリカ海軍の潜水艦は、常時南シナ海での中国海軍潜水艦の動向を捕捉していると考えられており、複数の攻撃型潜水艦が配置についていると見られている。これに加えて、海上自衛隊の潜水艦も南シナ海を作戦行動範囲だと暗示し、
かつ、股間の行動を把握されないように通常は避けられる感銘も明かしたことが異例中の異例だと言えるのだ。今回の訓練に参加した護衛艦加賀も同型艦の出雲と並んで航空母艦化の改修を受けることが決定したが、実戦配備はまだ真先の2024年度以降と見られている。そうした中で、中国海軍の艦艇に対し強力な抑止力として期待される戦力こそが海上自衛隊が誇る潜水艦群であり、このところ毎年一隻ずつのペースで建造されてきている。先頃は中国海軍が5隻目となる航空母艦の建造を、どうやら機関部となる原子炉の開発が頓挫し中断することになったとの情報も報じられた。しかし、ウクライナから入手完成させた遼寧に続く国産の航空母艦はすでに3隻を建造しており、日本を含む周辺国にとって脅威が増加している状況には変わりがない。こうした中国軍の航空戦力の優位な状況に対処すべく、前述のように護衛艦出雲加賀への F-35B ステルス戦闘機の艦載機運用も一つの対応策として進められている。しかしこれらステルス戦闘機には、その最大の優位性たるステルス性を損なわないようにするため、実装する兵装にもまだまだ課題が多いことも事実だろう。こうした F-35B ステルス戦闘機を有効活用でき、かつ長射程から攻撃可能なミサイルの配備と並行して、双竜型に続く新型3000トン型潜水艦にも注目すべきだろう。特にアメリカと並び世界最高水準の対潜哨戒能力を有するとされる自衛隊においては、やはり現状潜水艦を超える抑止力を持つ兵器は他にはないと思われるからだ。周辺を見渡せば、台湾やオーストラリアなど潜水艦の調達に苦慮している国々も多く、原子力潜水艦は採用が難しい日本にあって、通常動力型潜水艦の建造ノウハウは生命線とも言える。リチウムイオン電池の採用で、これまでより飛躍的に行動範囲や連続潜航時間が向上したとされる。鴻竜や東竜の実戦配備が待たれる。南シナ海における潜水艦の極秘訓練が、実は15年も前から実施されていたという事実も発表されました。この事実のショックは日本国内より中国の方が大きかったのではないかと思われます。ニュースでもたびたび報じられるように、南シナ海には中国海軍がわんさかいて、当然潜水艦も多くが海底に潜んでいるはずです。それなのに、軍事大国中国が発見できなかったのです。しかも、最新鋭艦ではなく旧型ですよ。日本の能力はどれほどのものかと驚きますね。ということは、そう、竜型潜水艦の中でも最新鋭である鴻竜は、この性能より、はるかか上位にいると考えても妥当ではないでしょうか。鴻竜には、通常動力型潜水艦初のリチウム電池が搭載され、ハイブリッド潜水艦とも呼ばれています。また、潜水艦にとっては、重要な潜水可能な深さ推進高度は、どれほどなのか、未だ非公開です。
日本海溝やマリアナ海溝並みの深さまで潜れるのかもと、空想してしまう方もいらっしゃるのでは？簡単に言えば、放流潜水艦の能力は計り知れない、ということでしょう。